アドミスボーイです。今現在うちの風呂にいます。はいで、今回ね撮っていく動画なんですけど、まあミックのね、お風呂どんな感じでねいつも入っているかっていうのをねちょっと見ていただこうと思います。じゃあ早速ねミックを洗っていきます。どうぞ。よし、はい、ではね早速洗っていきましょう。でうちでね使ってるシャンプー、これ毎日洗えるってやつこれねすごいおすすめです。うん、まあニックみたいなねピットブルはあの皮膚病になりやすいんで、皮膚病っていうかあの皮膚がね弱いんで、こうね低刺激なやつがいいですね。はい、今給湯器が言ってくれたように給湯温度は38度ぐらいがちょうどいい。はい、で全体的にね流し終わったらシャンプーしていきます。よいしょ。で、ね、いつもねあのもうちょっと動画が出すんですけど、こんな感じでねあの暴れをしてくれているミック、お風呂がね、沈下になりますなんでまあ、洗いやすいんですけどね、まあ、とにかくね、お風呂が嫌いな子でね、お風呂嫌ねそう、まあ、これちょっと動画撮りにくいわ。で、まあね、こう、脇とか足の付け根とかねよく洗ってあげてね、まあ足の間もねしっかり洗ってあげるといいと思います。こんな感じでいやいやね差し出してくれるんで、ね、でお尻ちょ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 よいしょよいしょ。さあで顔腹筋はね極力まあうちではまあ脳天とほっぺの横ぐらいを洗うようにしてます。はい、じゃあ流すよよいしょ。すごいチューン太郎賞、あの声が響きまくってるね。ね、気持ちいい。
いやいやかな、すごい。よしよし。どうかな、どうか。よし。よし、オッケー。うぇー。オッケー。こんな感じでね、いつもお風呂に入ってます。ね。もう嫌いもんね。よし、オッケー。じゃあ、拭いていきましょう。じゃあね、拭き上げしていきまーす。拭くよーん。あれこれこれちょっとやばいんじゃないこれ。よいしょよいしょ。ちゃうだよ。よしよいしょ。よし。で、ある程度ね、拭き上げが終わったらドライヤーをかけていきます。はい、シットシット。うん、やめよ。はい、終了しました。何？行く。綺麗になった。まあ、いつもこんな感じですね。あー、しゃしゃしゃね。ということで、また次の動画でね、お会いしましょう。行くって。
バイバーイ。